日本将棋連盟による7月26日集の公式戦は、おからよさはい王位戦7番勝負、あきら王戦5番勝負と2つのタイトル戦を並行して戦っている藤井聡史太陽位、棋聖が、30日にアルサックバイ王将戦2次予選で石田直宏五段と対戦する。また、28日には、 竜王戦の決勝トーナメント準決勝が開催。梶浦博子孝七段が、長瀬拓也王座に挑み、初の挑戦者、決定三番勝負進出を目指す。主な対局は、以下の通り。7月26日、月曜日竜王戦四組残決、井上慶太九段対、渡辺タイム五段。 携帯中継朝日杯将棋オープン戦一時予選、小林健治九段対、中村良介六段、携帯中継朝日杯将棋オープン戦一時予選、村武に広し六段対、今泉健治五段、携帯中継7月27日、火曜日をから予想早い戦予選と、聖良間七段対、折田昭和四段、携帯中継気用戦超決トーナメント佐藤天彦九段対、 松尾府八段、携帯中継、明王戦予選、田中虎彦九段対、深浦光一九段、安倍間携帯中継、明王戦予選、塚田康明九段対電中華深浦、安倍間携帯中継、明王戦予選、渡辺明名人対、高橋道夫九段、安倍間携帯中継、明王戦では、 タイトル戦出場経験がない渡辺明名人が、段位別予選、九段戦に、登場。本戦出場には3連勝が出場だ。現在、明王戦五番勝負が開催中で、現タイトル保持者の豊島正幸明王、竜王と藤井聡太対王位、帰が争っている。持ち時間は、各1時間で、先手。 後手は、振り駒まで決める。朝日杯将棋オープン戦一時予選、伊藤匠四段対、小林光太郎アマ、携帯中継朝日杯将棋オープン戦一時、予選片上大輔七段対、伊藤か小林、携帯中継李工杯女流王座戦本戦、加藤桃子女流三段対、山田組女流四段。 携帯中継7月28日、水曜日竜王戦決勝トーナメント長瀬拓也、王座対、梶浦博志孝七段、携帯中継史上4人目となるランキング戦3期連続優勝を、果たした、梶浦博志孝七段が、同じ記録を持っている、長瀬拓也王座に挑戦する。長瀬王座が指導を受けた、鈴木大輔球団は、 梶浦七段日誌という共通点もある。勝者は挑戦者、決定三番勝負に進出する。持ち時間は、各五時間で。先手、後手は、振りごまで決める。岡田与佐派用意戦予選、合田正隆九段対、藤井里志大野武志九段、携帯中継起王戦超決トーナメント稲葉美八段対、高野里志四五段。 携帯中継アルサックバイオー戦2次予選木村一基9段対、八代渡る7段、将棋プレミアム、携帯中継朝日杯将棋オープン戦1次予選、丸山忠久9段対、佐々木第一5段、携帯中継7月29日、木曜日順位戦 A 級、佐藤康光9段対、斉藤慎太郎8段、 携帯中継気王戦超決トーナメントなめかた正二九団体菅井達也八段携帯中継明王戦予選泉真崎八段対広瀬昭人八段携帯中継明王戦予選屋敷信行九団対三浦博之九団携帯中継明王戦予選森下拓九団対屋敷か浦 携帯中継理工杯女流王座戦本戦、山根琴富女流二団体、山口恵理子女流二団、携帯中継7月30日、金曜日竜王戦四組、小結、北浜健介八団体横山大名七団、携帯中継岡良佐杯王位戦予選谷合、広敷四団体、伊田明宏四団、携帯中継、明王戦予選、谷川浩二九団体、 安倍高志球団、携帯中継アルサックバイ王将戦二次予選、藤井佐都市対王位、棋聖対、石田直宏五段、将棋プレミアム、携帯中継王位と、諦王という二つのタイトル戦を、並行して行う多忙な日々を送っている、藤井佐都市対王位、棋聖だが、王将戦では、予選からスタート。過去には挑戦者決定リーグで、 あと一勝で挑戦権獲得という状況から、惜しくも敗れた過去もある。持ち時間は各3時間で。先手、後手は振り後まで決める。朝日杯将棋オープン戦一時予選、鈴木大輔9団体、安倍光6団、安倍間。携帯中継朝日杯将棋オープン戦一時予選、渡辺和志四団体、菊池優太馬、安倍間。 携帯中継朝日杯将棋オープン戦一時予選、高見大地七団体、渡辺か菊安倍ま、携帯中継7月31日、土曜日おからいお茶プレゼンツ第4回、安倍まトーナメントチーム、稲葉対チーム斉藤、安倍ま準公式戦8月1日、日曜日将棋日本シリーズ深浦孝一九団体、糸谷哲郎八段、藤井聡太二冠、 アキラ王戦白星発進苦手の豊島マ・アキラ王に3、連勝将棋の第6期、アキラ王戦5番勝負は25日。東京都千代田区の神田明神で第1局を行い、挑戦者の藤井聡太2冠、19、イコール王位、帰省イコールが95手で、豊島正之明アキラ王、31、イコール竜王との2冠イコールに戦勝した。 振り駒で先手を得た藤井聡太は角代わりを選択。序盤から中盤以降拮抗した状態が続いたが、早い段階で比較効果にし、判断が難しくなった。打った角が働く前に急展開になってと、中盤の入り口付近では戦いにくさを自覚していたという。それでも粘り強い差し回しで対抗。 終盤は、大駒すべてを放出しながら、代わりに得た金2枚を有効に使い、鮮やかに、年間王を寄せ切った。明王戦は、今期から、歌手メーカーの藤川主催。藤井聡太は、チョコレートの CM にも出させていただいているので、思い入れのある奇麒と明かす。今曲もおやつは、同社製品の、 プレミアムモンブランとプレミアムミルキーバターサンドを選択。糖分が欲しくなるときもあり。美味しくいただきましたと。ホストプロとしての自覚も十分だ。苦手にしていた。としま戦もこの日で3連勝。通算成績も4勝7敗とも理解してきた。第2。3曲と続けてある。 しっかりと状態を整えて臨みたい。第2曲は8月3日。山梨県甲府市で刺される。次のオーディオビデオでお会いしましょう。